2周回って本当に羨ましいなと思うのが、あの顔の作り、バランスいいなと思って。この間言われたのが、何もしてなくても何かが伝わるずるい顔してるって言われた。そう、わかります。なんか考え込んでる顔してるんですよ。あのね、それ別に何も考えてないよ。挑戦したいっていうのもあったんで、最初に聞いた時はどういう風に率直に思いました？贅沢だなって思いました。そしたら、あの結局は北村匠海スチールカメラマン合わせのスケジュールになる。日にちがね、忙しいから。一番びっくりするのはやっぱ南ちゃんのお芝居の幅ですね。本人の中でそうじゃないと思うんだけど、多分その旗から見てるとひょうひょうといろんな役をやってるなっていう、でそのチャレンジ精神っていうのが南ちゃんやっぱすごいなって思いますね。浜辺さんから見て匠さんの魅力っていうのは。私はもう2周回って本当に羨ましいなと思うのが、あの顔の作り。顔の、もっと素晴らしいとこあるんですけど、はい、映画だったりドラマとかで雰囲気よく映る顔立ち、バランスいいなと思って。この間言われたのが、何もしてなくても何かが伝わるずるい顔してるって言われた。そう、わかります。なんか考え込んでる顔してるんですよ。あのね、それ別に何も考えてないよ。いや、私真顔だとなんか機嫌悪いのかなって顔にただ見えるだけなんですよ。でも多分真顔だと多分すごい哲学考えてるって顔なんですよ。言われてみると、フィロソフィーを考えてる。